じめまして、フルーティストの鈴木翔子です。今日はこちらで、フルート無伴奏のコンサートをさせていただきました。あまり無伴奏のコンサートというのは機会がないんですけれども、フルート無伴奏の素敵な曲をいっぱい集めて、たくさん演奏させていただきました。お客様からもあまり聞かなかったものが、聞いたことのないものが、今日は聴けて楽しかったとの声をいただいてすごく嬉しかったです。また、無伴奏ですとか、室内楽とか、あまり知られてないものでもいい曲いっぱいありますので、そういったのを、ご紹介できたらいいなと思います。どうぞよろしくお願いします。今日は節分、文字通り季節を分ける節目として立春の前日に置かれます。まだ寒い日もありますが、花の香りが風に乗ってきたり、暖かい日差しが心地よかったり、少しずつ春の気配が感じられます。次にお届けする宮城道雄の春の海、こちらは宮城が旅行で訪れた春の穏やかな瀬戸内海の様子やカモメの声を表現していると言われています。宮城道雄の作品はクラシックの影響を受けたものが多く、海外の演奏家たちにも親しまれています。本来はお琴と尺八で演奏されますが、本日は詩の上で一部分をお聴きください。